はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。声大丈夫かな。鼻声だね。風邪ひいたよ、本当。昨日すごい遅い時間まで作ってて、昨日もう一本出したかったんだけど、作業をしながらもうそのテーブルのところで落ちた。本当ね。でフラフラしてあっち行って仮眠して一回トイレに起きて、でもう朝早くからね、6時頃からずっと作業してましたね。今日今3本ぐらい同時進行でせっせとやってるかな、調べながらね。そのうちの1個です。めちゃめちゃ眠いです。今回の朝一番のね、テーマはちょっと順番を入れ替えて緊急でこれにいたします。ちょっと待って、あれ、扇風機がねすぐに回らないんだよ。ワンテンポ遅れる。はい、今回は奈良県警との連携ね。可能性はどうよ、ね。まあ、いろんなエージェントとの連絡の可能性で、例えばスナイパーなんかね、屋上のなんだっけ、スナイパー小屋と言われるところから撃ったっていう説があった時にも、そのなんだっけ、おじいのチャンネルでもなんかコメントくれてよね、なんだかのアプリを使って更新をしていたとかね、指示とかって。そのなんとかってアプリだけ、そんなレアなものを使わないったって普通にシンプルにね、グリッシャできるものはいっぱいあるからね、うん、何でもあるよねと思って。で今回はこの奈良県警との連携同様っていうね、であといろいろケチをつけられてるので、それについてお話ししたいと思います。国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供です。見ている視聴者さんの中でちょっとたまにバカが混じってるんだよおじいが裁判官かなんかとね混じってるというかで、おじいが正式発表とかね、なんかそう勘違いしてるバカがいるんだけど、そういうバカの方見ないでね、なるべくね。いろんな推理、皆さんと一緒に推理するわけです。このチャンネルはおじいが何も決定したわけじゃない。皆さんと一緒に、皆さんからいただいた情報をもとにいろいろ推理して、こうなんじゃないの、あなんじゃないの、どうって感じで進行してるチャンネルなんですね。まあ、そこを理解できだ、毎回これやらないとダメなんだよ。だからここのところね、序盤が長いっていう人がいるから、ここら辺をはしょって動画作るとすぐに勘違いする人が出てくる。ね、だからやっぱりね、最低限のものをね、これやらないとダメなんだよ、全部の動画に。わかるね。だからほんとね、飛ばしてないんだよ。だから20枚ぐらいこれやらないと、ね。はい、で事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まるんです。ね、そして、真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行うんです。ね、昨日出した情報とかもここら辺ね、みんな早く内容を見たいだろうと思って、それではしょって最近ちょっとやりだしたんだよ。またやっぱりね、バカが出てくる。本当大バカが出てくる。だからやっぱりこれは外せないからね、やってるおじいもめんどくさいけども、見てる方もね、ご了承ください。それで、今回はね、このリクエストで緊急で別のものを作ってた、弾痕から割り出してっていうのはね、もう一回徹底的にやり直してるんだけども、昨日落ちてたのはこれを今緊急でね、3時間4時間作りましたね。はい、今回の内容ね、インカムの存在をもっと詳細にしないと説得力がゼロですが、不鮮明な画像の1枚ですが、っていうことでね、なんで説得しなければならないのか、だからそこをね、説明いただけますかって書いたの。だからおじいが何を説得する必要があるの。もうこの見方自体が歪んでるんだよ。だからおかしい。だからやっぱ全部前もってね。でもこういうのを言ってても意味が理解できない人っているじゃん、中には。なんとか障害ってのがあるからね。今特に読解力っていうのが世界ランキングを一気にダーンと急転落してるので、その内容、意味が理解できない日本人はね、読解力日本って映画で調べるとすぐ出てきます。過去にも動画にしてます。これはもう紛れもない事実で、日本人は何のことを言ってるのか意味が理解できない。だからおじいもチャンネルずっとやってても、もう視聴者から返ってくるのが「えっ?」って感じだよね。おじい字も読めないし学歴もないし春風寒風でね、本当社会不適合者なんだけど、そんなおじいでも「えっ?」って思うような、そのレベルが今の社会の平均になってるのかなと思うと。ちょっとびっくりなんだけどね、本当ね。まあ、それぐらい昭和の時代から令和の今ってそうなっちゃったんだね、本当ね。そう思うんです。それで不鮮明な画像1枚ですかっていうね、画像の不鮮明はご自身では解決できないんですかって。だから本当にね、この情報に振り回される人ね、おじいは情報に振り回されない。で今回昨日作ったね動画も、実は情報提供は、2日3日ぐらい、3日だから4日前、今日だとしたら昨日作ったけども2日3日前の情報なんです。で、今回の情報を作るのに時間かけて、その前の提供いただいた情報も時間があるんだよ。でこれは来た情報をすぐに出すのは、例えば音をね分析してくれたとか、そういったものはすぐにあるけども、こういう画像系のやつっていうのはね、とかあと誰々はっていうのは、おじいが時間をかけて水面下である程度納得できたところでまとめてますね。なんていうのかな、おじいバカなんだけども、最低限のことはやってるんだよ、一応 YouTuber として。皆さんには想像できないかもしれないけれども、ただ情報を一方通行に受け取ることしかできない、自分の頭で考えられない、調べられない、ソース付けをできない、そういう低次元な人たちとは違うんです。これだけははっきり言っておきます。その低次元な人よりはおじいはまだマシだと思ってます。だこの日本の中の一番このギリギリの底辺から1個上だと思ってます、おじいはね、考え方がね、それで、まあ本当ね、おんぶに抱っこになんで頼るのっていうからね、まあこういうちょっと自分でできない人のために、じゃあ面倒くさいけど作ってあげようかっていうことでね。で一人こういうのがいるっていうことは、絶対に他にいっぱいいる。一人の疑問はみんなの疑問っていつもやってるでしょ、昔からね。だから他にもいるんだろうなと思ったから、だから今回はここにね最優先して、昨日の夜から寝落ちしながら作ってたものを、それもすげえ時間かけてる、読めればわかるけど、これをね優先しました。それで、昨日のねこれなんだけども、これはいただいた画像そのままに、でもおじいがいくつも照合しています。で出てきたのに手が映ってたと思うんだけども、その手は山上容疑者の手ではありません。こういう方向がね不自然な手になってる。でこれどの動画から撮ってるのかなっていうのを画像系山上容疑者でやるとすぐに出てくるんだよね。で、まあ、昨日はね、これいただいたのが本当は3日4日前なんだよ、これね。でこの中の下のところ、この NHK のところ、 NHK は本当偶然すぎるほどよく映り込んでるから NHK 怪しいよねって話と、あともう一つは耳にインカムらしきものがありますよってことなんで、インカム特定はしていないんです。で元気なおじいもこれね、このインカムがね打ち合わせしたのかっていうね、そんな形で言ってるわけ。みんなと考えるチャンネルなんです、ここはね。でインカムらしきものがありますよっていうことなんで、それを取り上げたわけです。でこれが NHK がねいろんなところに映ってるから、偶然なのかねっていうお話と、あとこれだね、ここのところをズームすると、こういう状態になってる。でなんかねちょっと異次元レベルの変なコメントがあってそれは取り上げない、ネタにもならないからゴムマスクに見えるとかなんか切り張りしてるとかちょっと異次元があまりにも違うのがあったんでネタにもならないんでちょっとそれは取ってないんだけどもね。で、まあ、この状況のクローズアップなんです。で角度違いをね、おじいは抜粋したけどもこのソース付けおじいの場合はいろんな画像をね、56枚ぐらい同じシーンをね、撮って比べました。で例えば一番見やすいのかでいうと今回のねサムネに使ってるのはこのグーのとこのここね「文春オンライン」の記事の7月14日の記事あります。でここのやつがこれが一番画像がまだちょっと綺麗かなっていうね他のところのやつはみんな縮小されたりとか撮ったりとかあれなんでまだこれがっていう。ただ元に使われたやつは角度が違うので NHK のやつは角度が違うのでこのおっちゃんがここら辺にいてこういうアングルのやつなんでちょっとねタイミングが若干違います。だからこの昨日のおじいが見せたやつっていうのはこのねこれねこの手が出てるっていうのはこれはこのおっちゃんがここにいるでしょ。このシーンがこのおっちゃんがここのところでこれがここに来た時なんでこのシーンの後なんです。だこれが昨日のシーンの前のやつなんですこれね。でこれらのものを全部デスクトップに見てで2日ぐらいじっくりと検討して作ってるんです実はね。皆さんが思っているより多少はおいしいのを裏付けしてやってるんだよ、ね、だバカに見えるでしょ。バカなんだよ。バカをバカと理解してるバカなんだけどもバカなりに考えてこのバカの頭で納得できるまで自分で見てからやってるんだよこれでも一応ね。それで、このシーンねこれがちょっと前のシーンなんですこれね。で、これをスクショすると画像が荒くなっちゃうんだけどこれをドラッグ&ドロップすると元画像が取れます、ね、でそれがこのクオリティの画像になるんですね。でそうするとこの画像にもしっかりとこんなところに映ってるんです。でこの皆さんもねこの耳たぶがここにあったらこの耳たぶの切れたところのこの上のところが耳じゃないですか、ね、であとこうなってるところのよくイヤホンこう引っ掛けるところのこのね穴っていうかここで大きい溝みたいなラインがね柔道とかああいうのやってる方運動やってる方はこうつるんってなってる方も多いと思うけどもおじいらはこれ霜焼けで形変えちゃったけどねこっちと違うんだけど大体ここのところがね黒いトンネルみたいに見えるゾーンもあるんだけど耳の穴はここにあるんです。皆さん大体そうだと思います。で山上を知ると耳たぶがここにあってここのところが耳の穴なんですこれ実はね。で昨日のこの後のシーンのやつのねこれを見るとここなんだけどねこの黒っぽく見えるところはこれはここの上のところなんだけどこれ何かこう引っ掛けてるようにも見えるしあとこういうやつもあるんだよね。後ろのこう耳引っ掛け型っていうのがあるんだけどおじいもイヤホン関係いっぱい紹介してるんだよね。この長髪なんでここのところがどうなってるんだろうなってほんとこれがこうつながってるようにも見えるんだよねこれがね。ここがねここがこう一体でこうなってる片耳ので、これはこのシーンのその前のやつなんで、でもここに映って見えてるんだよねこれがね壁でこう見えないんだけどだこれらのソースであっちのやつはその見えやすいように露出なんかがねちょっと変わってるんでしょうね。まあ、そんな感じでねその合成してるのかどうかぐらいは大体これは見れば分かるでしょこれがね。だ単細胞の方がパッと思いつくようなことはおじいでも思いつくので一応そこら辺はね照合してから出してるよ一応動画は。でなければ宮本春代だとかねもえみちゃんだとか笑ってるだとか。そういうのをそのまんまうどみにして記事にしてその方がアクセス回数稼げるからやってるはずでしょ。おじいはその一番アクセスが稼げるネタをやってないんです。崩す方を出して終わりなんです。なんでかっていうと一般の方の個人だからです。濡れ衣を着せて誹謗中傷やってアクセス稼いでお金稼いでる人がどうかなと思ったからね、おじいはそれをやらないんです。だからいろんなあの国この国とかね、あの政権のあいつがとかこいつがとかそういう話題やらないんです。ソースがないから、ね、国家公務員ね、国家公務員は勤務中は消費税目標も何もないんで、ねそういう著名人というのかな、公の人、ね公人、そこら辺はパッパ出すよおじいはね。はい、そんなわけでね、紛れもなくいろんなもので映っているので、加工されたものとかねそういったものではないっていうのを一応ねおじいは自分なりに裏付けしてやってるんです。こういったものが全部パソコン自分がやった履歴が残ってるから、だからゴミ箱の中から拾い出してこうやって皆さんに見せることができるわけです。で今言ったように例えばねおじいが動画の中で、ね、そのインカムで会話をしていた可能性もあるし、で集音機を使ってその打ち合わせをこう聞いてたとかねあるでしょ。だからそれの聞きやすいようにこうやってつけてた可能性もあるね。で例えば集音機だともうこんな感じでね、今ちっちゃいんです、ものすごく片耳式でおじいも扱ってます。でこういうのがさっき言ったちょっとここにこう出るけども後ろにこう引っ張ってこう見えない、これがねイヤホンでもあるんだけどこの後ろに行ってこういうタイプもねあるんですね。こういうタイプもあるしね、こういう感じでこれに近いかな、こうやってねなんかちょっと線みたいのがあったからこういうのも近いんだよね。だからいろんなね可能性があるんです、ね、おじいはいろんなものを補聴器とかイヤホンとかねここら辺いっぱい紹介してきたんですぐピンとくるんだよね。でそんなことから加工画像の可能性はね継ぎはぎ等は可能性がなしとして昨日の動画を作ってます、画像を作って公開するまで2日かかってます最低ね、ちゃんとおじいなりの裏付けを取ってやってるわけです。で、耳栓の可能性ね指摘する人もいたんだけども爆音でしょ、爆音だからじゃあなぜ片耳なの、耳栓をするんだったら両耳やらない、なぜ片耳だけなの、ね、でおじいが過去に山上容疑者は左利きだって指摘したでしょう、ね、それ指摘したのがね3週間ぐらい前だよね確か3、4週間ぐらい前こう打ってる時にこうやって構えてこうした時にこっち側に持ってっておじい右利きだからこっちなんだけど左利きだからこっち側にあるんだね。で銃をこっち側でこうやって持ってたんであれ右利きだったらこっち側からやるのに左利きなんだと思ってねそこで左利きだと思ったんですおじいはね。まあそんなわけでね、耳はどうしてもあれなんだけどね、たまたま左耳につけてたんだろうね、利き耳だったんだろうねきっとね。それで、あれだけの爆音なので耳栓をするんだったら両方やるよとりあえずね。だからねなんで片耳だけだったんだろう、片耳ツーンってするじゃん。だからこれでおじいは耳栓ではないなと思ってるので、インカムの可能性はこれはゼロではないんですね小型の。でイヤホンの可能性スマホなのでほら連絡するでしょ、なので、会話はできるわけなんだよね今のやつってね。Bluetooth イヤホンマイクもついてるんで、そのままやり取りできるんです。だからこのインカムの役目がスマホと連動すればインカムの役目ができるじゃんグルチャしてればね、あれ皆さんのっていうか一部の方の頭の中どうなってるのか分かんないけど、なんでそんな単細胞なんだろうなっていうね。ほんとね5週間前かな、5週間前の動画でおじいっぱい言ってるんだよ。連絡を取る、そのスナイパーが連絡を取りながらやってるっていうコメントがすごく多かったんだよ。連絡を取り合ってる、これが出た時のね、これのでここを押してるのがいるとかねとにかく連絡をしてタイミングを取って逃げてるとか、そういうのがあった時にどんな連絡をしてるのっていうね。それとはなんかそのアプリを使ってとか、なんかスマホがどうのこうのとかね、スマホを使ってっていうから、そのなんだかってアプリでやってるし、いやいやグリッシャできれば何でもできるでしょってそれ言ってるんだよ。だそう考えるとインカムの役目をするんだよ、普通の Bluetooth イヤホンっていうものが。だから中にはねインカムを説明しろっていう人もいたけれど、あれだっか今のかなんか中にいたんだけども、インカムでググればすぐ出てくるし、なんで説得しなきゃなんないのっていう、本当ね面白い考え方するでしょ。そういう人が世の中から足引っ張るんだよ、いっぱいね、混乱させるっていうかね。それだからね、このイヤホンの可能性ね、でこのスマホで連絡の可能性はものすごい高いということで、当初からこれがナンバーワンなわけです。これがね、で視聴者さんの意見でもこのスマホのね、連携取ってグリシャみたいなやつでねやってるんじゃないかっていう、こうやってね、何人も入れるでしょ。だからね、それが確率がすごい高いよねっていうことね。であとは警察が使ってる要はインカムで、その中に一緒に使ってないかっていう、それはね履歴残っちゃうので、それは使わない、別で使うんで、おじいが考えてるのは奈良県警でも末端まで閉めて、みんな警察みんな聞けちゃうでしょ。だからね全員ではなくて限られたものだけがね。だ今回の護衛してた、4人だか5人が全員知ってるのか、それとも一部なのかね、そこのところがわからない。こうやってやってピシュンってねクッてね、これだけが知ってたかもしれないし、みんな知ってたかもしれないし、だからわからないよ、これがね。そこをみんなで考えただけで、これを理解できない人がいるんだよ、たくさんね。でこのスマホで連絡をしてる確率はものすごい高いので、イヤホンの可能性がものすごい高い、片耳イヤホンね。で集音機の可能性、実はこれも確率は高いんです。で打ち合わせしたいのもあったのって、過去に盛り上がってるんです、この打ち合わせがね。でこれがおじいがね先日も言ってた、ここのところにもうこの人なんかもう飽きちゃったみたいで、もうこのネタ終わって今ワクチンとかそういう方ばっかりしちゃってるんだけど、当時はねこのネタをいっぱい出してたんです。でこの時に山上が自民党のエージェントたちと打ち合わせをしてる様子っていうのがあって、でニコ生の動画もね、これリンクがあるんだね。でここのところのね打ち合わせでなんか聞いてるように見えるっていうね、腕組みをしたからうんうんってね、で指示をね受けながらうんって一応聞きながら、ちょっと渋沢こうチラッとみたいなジェスチャーを見ながらね、チラッとね、なのでこういうのを聞くために集音機を使っていた可能性もあるんだよね。でこれ恥ずかしいパターンね、恥ずかしいコメントもあるんです。どうやったら耳がインカムに見えるんですかっていうね、これがねものすごい恥ずかしいコメントがあるので、皆さんも探してみてくださいね。どうやってたら耳がインカムに見えるんですかってね恥ずかしいね。はい、で、賢いでね、はい、こういう方ね、インカムが小さすぎるから耳栓ではという方がいるけど、もしかしたらね既成のインカムを改造して聞こえるだけのものにしたのかもしれない。スマホなどを中継機にしたらできなくないよね。大体ね、通常もしくはちょっと賢い方はここにたどり着くんです。で、山上容疑者は今回はどんなものを使ったんですか？そうなんです。手製の銃なんです。自作してるんです、ね、自作する人っていうのは改造はね、もう改造する通り何台も作ったりとか改良とかしてたでしょ、ねだからね、お茶の子再々なんだね、こういうのがね。山上氏ものすごく頭がいいから賢いから、ね、なのでこう考えるのが普通なんだよ。今までの経歴、幼少時代からの山上氏を追ってみるとここにたどり着くんだよ、実はね。なので、木こりだけにして使ったか、集音機として使ったか、それとも喋るのに使ったかね。おじは普通の片耳イヤホンでそのインカム代わりにしてたんじゃないかなっていう、グリシャでね、と思ってるんだけれども、その可能性が一番高いんじゃないかなと思うんだよね、これがね。はい、そんなわけでね、賢いコメントもあれば、ちょっと恥ずかしい残念なコメントもありますね。そんなわけでね、元気なおじいはこれね、先ほども言ったように、皆さんもここの記事がねご自身で見れるので、ここの画像が一番きれいに見れるんで、いろんなシーンの画像がねあるんだけれども、大体ここのところで見れるのでね、皆さんもWindows 10って本当にね使いにくいんだよ。Windows 7はすごい使いやすいんだけど。こうして持ってきて画像があるからね、この画像をね、こうやってやるとほら見えるでしょ。でこれが耳に見えるんだって、残念な人はねどうやったら耳に見えるんですかね、皆さんそう思うでしょ。どうやったらこれが耳に見えるんですかっていう、このね、どうやったら耳がインカムに見えるんですか、じゃあどうやったらそれが耳に見えるんですかね、だ本当に世の中にはねいろんな人がいて、成り立ってるんだけどもね。でスペーストラベラーだかなんだかね、そこのところでは自民党のエージェントたちとの会話ね、聞いてたっていうのがあるんだけども、NKK との連携の可能性はどうなのか、ねわざと自民党エージェント、奈良県警の一部のエージェント、ねでそれらが全て連携していたのか別々なのか、ねそこら辺だよね。ここは謎に包まれているので、なので皆さんと一緒に考えながら、いろんな仮説を立てながら崩していく、ね、そういうチャンネルなんです。これはね推理なんです。とにかくおじいはこのチャンネルで真の陰謀論、ね、そういったものはねバッタバッタ崩してきたつもりだし、ね、で大体嘘を言ってる陰謀論をこじつけてる人っていうのは外部から別の情報を持ってきたりとか、あと一般の人がわからないような数字とか計算を出して、こうでこうだからこうなんだみたいな、無理やりこじつけて説得する、そういう特徴があるのでパッと見れば分かります。だからいろんなものがあって、コメント欄見るとちゃんとした内容で書いてる人とその文章全体で分かる、ちゃんとした人の理論を説明してる人、そういうのを出してる人と陰謀論のこじつけでやってる人っていうのは文の作り方が違うから見れば一発でわかる。だからこの内容はもう見た時にうさんくさいなっていう、そのうさんくさいなの見方から入っていく人と、あとはこの人なんかすげえ詳しいなって「おお」みたいな形からソース照合しながら「おお本当だ」みたいな形で見ていくのと瞬間的にも違いがわかるんです。ただ今の日本人は読解力っていうのがねないので、ね残念だけど分かんない人が多いんだね。はい、そんなわけでね、奈良県警との連携可能性はどうなんでしょうね。これも皆さんと一緒に考えていきたいと思います。あと奈良県警に関しては本当に1個や2個のなんか凡ミスではなくて、全てのことに対して違いすぎるっていうね。昨日もちょっと言ったけど、安倍さんほどの元総理大臣で安倍派としてね、細川派と一緒になって岸田派の3倍ぐらい大きくなってたね。でこれからまだもう一発ね、大きなことをね動かそうとねやっぱり憲法ね、措置関連やっぱ最後やり遂げたいっていう気持ちでね、大きく動き出そうとしてたっていう、まあそういった流れもある。そんなお人に対しての警護と、まあ現役とはいえね、橋本市長とのその比較をしてみると本当かなり違うんだよね。気になる方いたら簡単に動画作るよ。本当ね、こんなに違うのっていう。で本当の警護っていうのはどういったものなのかっていうのはね、知りたい方がいたら簡単な動画作るよ、ね、またお話ししたいなと思います。それを見ると奈良県警がどう考えてもおかしいんだけど、当時の本部長おかしい、どう考えてもおかしい。納得ができないのが本部長の要は決裁なんです、ね、どう考えてもおかしい。でそれで今まで30年以上やってきたっていうのもおかしい。どう考えても国民は納得できない、ね、でもタイミングよくその死亡診断書の開示がされる前にみんな大体辞職している、ね、口封じされている。であとなんだっけ、他のコメントにも来てたけど、それがどうかこうか山上容疑者に確認すれば分かるじゃないかって書いてあるけど、11月末までだから取り調べができない精神鑑定の留置っていうのは基本的に取り調べがないんです。なんでかっていうと、その精神的状態を安定させないと、要はその精神科の先生とだけのやり取り、カウンセリングになってやらないと正しい情報が出てこないからなんです。本当ね、そんな取り調べができるんだったら今交流しているところでそこに取り調べをしながらカウンセラーの先生が来れば済む話じゃん。何のためにわざわざ移送して取り調べをしないでやるかっていう。だからそこのところ単純に考えて分かんないわけでしょ。おじいも動画にして説明したけれども、だからもう山上容疑者は物が言えない状態なんです、要はね。なのでね、もう何もできないですけど、どっかにあったけど山上これだね、これただね、おじいのチャンネルではハンドルネームでない人は絶対に拾わないよって言ってるので、この人のせっかくいいコメント書いてるんだけど拾わないんです、ニックネームじゃないからね。だから結構いいこと書いてあるんだけども、残念ながらね、ちゃんと一番最初コメントする時もちゃんと出てきて同意してコメントしてるはずだし、チャンネルルールでね、動画説明欄も書いてあるので、まあ見ないとか知らなかったっていう人はねしょうがないのでね、おじいもだから見なかったら知らなかったことにしてる、まあ、コメントは消さないけど、悪したもんでなければコメントは消さないけど、おじいのチャンネルのそういったものを見なかった知らなかったっていう人に関しては、そういう人たちの書き込みも見なかった知らなかったことにするんで、これで 50/50 になるわけですね。なのでおじいもいちいち強制するわけにはいかないからね、明らかにハンドルネーム出ない人は見ない知らない、ね、なかったことになるのでね、これでもう対等な立場というのはこういうことなんですね。はい、そんなわけでね、 N 県警との連携あるのかどうなのかの話題でございました。まだまだね、この問題は続くんじゃないかなと思います。暇つぶしになった方はグッドボタンよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。